どうも、皆様、マサオです。今日は、ニコ生をやるということで、私のためにお集まりいただき、ありがとうございます。今日はこれから1時間、私の自慢の歌声を存分に。あ、いや、これはその。さあお待ちかね、俊樹の登場です。はい、というわけで、リスペクトフォーファナティッククライシスへようこそ。こんばんは。いやはっ、というわけで、改めまして、としきです。こんばんは。5月20何日ですかね、今日は。27日ですか。ライブ演奏お疲れ様でしたということで、ありがとうございました。本当にたった今、大阪に戻ってきましてですね、今日ちょっと宮本浩二さんというシンガーソングライターの方の、ライブをちょっと見に行かせてもらったんですけど、ちょうどそのライブがね、弾き語りツアーというのをやってらっしゃってですね、まあ、個人的に好きなアーティストでもあるし、その弾き語りのそのライブの勉強をねちょっとしようかなと思って今日行かせてもらったんですけど、まあ個人的にはねちょっと本人と直接こう絡むタイミングもあったりして非常に興奮した状態で帰ってきたんですけど、まあ、そんなすぐねライブで見たものを得てこうどうこうできるもんでもないので、まあ、いつも通りやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。まあ、今日もね皆様のなんて言うんですか、どんな絡み、あ、後で言うわ後で言うわ今日はまあ、せっかくなのでその方のカバー曲も1曲だけちょっとやろうかなと思ってますんで、その時にそのライブでの話はちょっとさせてもらおうかなと思います。まあ今日も皆様のね明日への活力になるような歌をお届けできればと思いますので、最後まで、今日はまあ11時手前までですけどね、何曲できるか分かりませんがよろしくお願いします。ではまず1曲目ですね。まあリジェネ強化月間ということで、今月はもうリジェネレーションいっぱいやろうと勝手に決めてやってきましたけども、今日は1曲目にやりたいと思います。ではの
日から抜け殻どれだけ脱ぎ捨てただろう君との約束終わらない季節始まりと終わりを繰り返して夢を見て傷ついてつまずいてそれでも何度でも咲く花は舞い散れ届こうた空気よ今芽吹きいつかまたこの世界を美しく儚くも永遠に最も近い季節新しい始まりの足音が鳴っているリジェネレーションさよならの向こう側また会える何度でも何度でも君のこときっと見つけるよ舞い散れ届こうた空気よ芽吹きいつかまたこの世界を美しく儚くも永遠に最も近い季節ジェネレーションでした。ありがとうございます。あし見ての皆さん、こんばんは。いらっしゃいませ。よし、パチパチありがとうございます。じゃあ、2曲目なんですけども、ちょっとリクエストいただきましてですね、久しぶりにファナティックの、インベーダーをやろうかなと思います。ちょっと復習だけさせてね。Yeah.
日も作戦会議で忙しくは200万年ちょいの浮世で進行中の侵略計画荒れ果てたむき出しの大地に恵まれでもしてりゃ世話ない僕らはインベイダー夢じゃない世界でしょここは超リアリズム発砲をふさがみでやっちゃって許してほしくてただ誰かに許してほしくて罪もない子が悪意に満ちたその手で罪取られるそんなの見てる誰かが止めに入るの待っているわ200万年ちょいの浮世で大胆不敵やいなき僕ら救いの神にすがるのならば隣の人に分けてあげれば悲しい気でした。ありがとうございます。パチパチ、ありがとうございます。ものすごい量の汗を今かいてますのでちょっと上着を脱ぎます。あ、もう最初しか触れなかったけど正雄さんが今日ゲストで来てますけどね。おっす。はい、そういうわけでですね、ちょっとコメント拾っていきたいと思います。リジェネすごくいいです。リジェネありがとうございます。今日はちょっと過去2回やったんかな、2回やったんですけど、ちょっとまあマサオっていうのはねこいつです。これね元僕のやってたデイジーブルーっていうバンドのねマスコットをやったんですけど、まあそのバンドがなくなってこいつも行き場がなくなって、まあ家でずっといてるんですけど、まあちょっと今日はたまには外に出るのもいいかなと思って。何すんだこのボケ。はいしょ。ごめんな。ごめんな。とリジェネはですね、まあそういう大丈夫です。愛を込めて愛のあれですから、ね。でリジェネはね、ちょっと前回まではね、ちょっと転調した時のカポの位置を変えてたんですけど、その辺気づいてくれたかな。っていうのと、あとねリジェネでちょっと曲的に面白いなと思ってるのがB メロのねどこや。あの日から私はのところなんですけどね、ここがね本来だったら放り投げたの、あの日から
私は、でこういくのがまあベターなんですけどね。あえてここをマイナーにすることによってちょっとこうふわっとした感じが出て、こうサビに行く前のものをちょっとなんていうんですか、もやっとした感じをこの演出がにくいなと思う部分ですね。個人的には結構つとむさんソロになってからこういうアレンジが多くてですね、ライフゴーゾーンとかもそうなのかな、ちょっとこう変なところでマイナー挟んできたりとかあるんで、まあそういうとこも聞き比べてみると面白いかもしれませんけどね。何マサオとかはないです。マサオはマサオなんで、はい。じゃあ、どんどん曲の方に行きたいと思いますが、次はですね、前回リクエストをいただいてましたファーティックのジャパネスクを、コピーしようと思うんですけども、そういう聞き方がプロやな。まあなんかこう初見で聞いてうんってなって、あ多分これマイナーかなっていうので、こう耳コピーした時に、あマイナーだわ、あ美味しいことしよるわと思いながら、ニヤニヤしながら弾いてるんですけどね。はい、でジャパネスクなんですけど、センス用意っすか。まあ僕は持ってくの忘れたんですけどね、今日センスはね、こうですよね。この曲もね、アコギでやるのはもうどっちかというと避けてたんですよね。できるわけないやろと思って、何度かやったことあったんですけど、これは違うでってなって触ってこなかったんですけど、もうリクエストをいただいたからにはやらなければいけないというこの使命感を抱きまして、何とかできないかなというところで今回のアレンジに至りましたので、その辺もちょっと楽しみに聴いていただければと思います。じゃあ聴いてください、ジャパネスク。天は君の上。
ジャパネスクでした。ありがとうございます。この曲はちょっと来週もう一回やりたいですね。というのもですね、せっかくここに歌詞用のタブレットを持ってきたのに出すのを忘れて、最後のセリフも実は練習してたんですよ。曲終わりのやつ、あれをちょっともう一回やりたいんで、来週もう一回この曲は完全版でやりたいと思いますので、お楽しみに。すいません相変わらず爪が甘いですね。よいしょ。いやでもなんかね、今日は本当に生のアコースティックのこうライブを見て、なんか、もうその人はもうプロなんでね、もうピアノもできるしギターもできるしすごい人なんですけど、なんかこう弾き方とかこう立ち振る舞いとかいろんなものをね、なんかこう2時間半ぐらいずっと見てたんですけど、なかなか勉強できるところが多くてですね、歌い方、歌い回しとかね、その感情の入れ方だったりとか、まあ個人的にもうちょっと歌に向き合う、なんていうんですかね、そのあれができたなと、いい機会になったかなというのが今日の収穫だったんですけども、でもう一曲リクエストで、ちょっと今日ファナティック多めなんですが、この曲も随分やってないかもしれないですね。ブルーローズを久しぶりにやりたいと思います。ではブルーローズいきます。咲く花みたく儚い
いかがでしたでしょうか。ちょっと途中テンパってしまいましたけどね。それをこう動きでごまかすっていう何でしょうね。あ、別に間違いでないしっていう感じをこう出してたんですけど、あのまだ明後日ぐらいに YouTube で上がると思うんですけど、その辺の僕の慌てっぷりも見ていただけると。では、ここで一曲、その宮本さんの曲を挟みたいと思うんですけど、ちょっと、あれですね、ちょっとコメント拾おうか。嬉しい、懐かしいな。アコギアレンジがノスタルジックで素敵。ありがとうございます。なるべくこう、気持ちを込めてやるようにはしたつもりだったんですけど、なんとか伝わったみたいで、嬉しいですね。ありがとうございます。ボビーさん、これね、ピアノね。PV が思い出されますね。かっきりね。あざっす。さて、で今からそのもう一曲別のカバーやるんですけど、今日行ったライブでですね、あとアンコールの時にあのなんか3曲ぐらいこう曲を上げて、この中でやりたいや、この中の曲をやりたいんだけどどうかなみたいなやつで、その中に僕今からやる曲があるんですけど、それが入ったので真っ先に手を挙げて、あのはいってやった時に、あのご本人様からですね、最後尾の男性どうしたってなってで、あの今からやる曲があの憂鬱なマンデーっていう曲なんですけど、憂鬱なマンデー聞きたいって言ったら、あ、じゃあやるわみたいな感じでやってくれて、僕もそれを聞けただけでもう今日は大満足で帰ってこれたんですけど、まあ雨の曲なんですけど、何でしたっけ、こうまあ本当に憂鬱な月曜日がね、どうしようもないこの、ああなんかなんだろうなみたいなこう感じをね出せればいいかなと。ではいきます、宮本浩次さんのカバーで憂鬱なマンデー。土日の休みは泣いてないで、仕事はやる気もないねないね、おー憂鬱なマンデー、おまけに預かる今日はレイデイ、冷たい心に傘を差して、おー憂鬱なマンデー、おー憂鬱なマンデー、君に会いたい、これからエブリデイ楽しくやれそうにない、時の流れはしょうがないけど、アップダウンで呆れるほどに変な困難の繰り返し、窓に持たれた長い夜はいつまで続くのでしょう、やりきれないままいつもの道を歩いてくる、気がつけば駅を過ぎ、あれこれ思い巡らせて昼間の街を歩いてく、 Oh 憂鬱なマンデー、彼女がいつしか言ってたっけ、あなたは言葉が足りないわ、 Oh 憂鬱なマンデー、 Oh 憂鬱なマンデI'm not afraid to die.
くうちになんか変わり始めてるんだぜ。雨に打たれた赤い屋根が、ああなんて綺麗なのでしょう。大切なことが見えなくなるさ。Oh, 悩んでためになりません。風が違う。というわけで宮本浩二さんで憂鬱なマンデーのカバーでした。ありがとうございます。あの YouTube に PV とかもあるんで、よかったら皆さんも見てみてください。これもかれこれも20年ぐらい前の曲なんですけどね。あ、あきこさんこんばんはです。じゃあもう終盤に突入ということで、もう早いですね。じゃあちょっと久しぶりに もう一曲ちょっと久しぶり続きの曲をやります。冷たいアイスティー分かった、次回やりますね。できるっちゃできるんですけど、冷たいアイスティーは次回やりますね。次の曲はですね、こういうちょっと久しぶりにやりたいなと思って、つとむさんのソロ曲で、死ぬほど君が好きでしたという曲を、今日は久しぶりにちょっとやろうかなと思います。だいぶしっとりしてしまいますけども心を込めて歌いたいと思います。
僕は君に触れられて、この世界が見えるようになったの。死ぬほど君が好きでしたでした。ありがとうございます。いや緊張するわ。ありがとうございます。たくさんパチパチいただきましてありがとうございます。はい、というわけで今日予定する曲は一通り、消化してしまいましてですね、ここからは皆様の無茶ぶりになんとか応えていこうというコーナーになると思うんですけども、どうしましょうか。もうコメントが来なければこっちで適当に決めてやるんですけど、どうしようかな。久しぶりにワンとかいきます。花トゲ、花トゲか。そういえば花トゲリックもらってましたね。忘れてたな。花トゲ、花トゲあったかな。花曲か。花曲でしょ。じゃあちょっと花トゲを、花トゲやってライブやってもう終わるな。ナイトシャドウ、ナイトシャドウ。花トゲか。花トゲ。変わらないものだと、ないはず。
じゃあこれはちょっとふわっと覚えてたんで次回完璧にやってこよう。40分か。じゃあちょっとあ、いろいろ出てますね。ナイトシャウト、揺らぎ、スイートペイン。そうか。じゃあちょっと覚えてるかな。ヤオンね、懐かしいですね。モアペイン。ただちょっと今さっとできそうなのが多分揺らぎっぽいんで、ちょっとじゃあ揺らぎをやってみます。Yeah.
き揺られてまた巡るよ。いつも涙が止まらない。というわけで、ゆらぎでした。ちょっと即興だったんで多少曖昧なところだったんですけど、まああのこの曲はね、もう夏があのぴったりな、夏にぴったりな曲になってくるんで、まあ、これから、の時期にどんどんやっていこうかなと思います。というわけで、早いもので、最後の曲となりました。この曲を聴いて、また明日からも憂鬱な月曜日をみんなで吹き飛ばして頑張っていきましょう。というあれだったので、ちょっと今日は押してしまったので、挨拶は短めに、また来週バイバイまたねー